話をぜひカッキーとしたいな。うん、全然機材の話でもいいですけど。え、あそこにいるよね、ほら、カッキー。写真機カキ中3回目。まあでも1回ずつちゃんと1匹は釣れてる、ん、1尾は釣れてるっつうのはすごいね。すごい。うん、3日来て私は1匹も釣れてないですけど1匹で3回目のお題は、じゃあこういうレンズがメーカーさん作ってくれないかなっていうのはどう？安くていいレンズ安くていいレンズ、こういうレンズっすか。こういうレンズ、うーん、なんかね、はい、去年なんですけど、はい、去年かな、一昨年かな、 EOS の RF、 いや、ミラーレス向けにキヤノンが作ったレンズで、はい、28-72F2、はい、みたいなのが出たんですよ。はいはい。で、標準ズームっていうと 2.8 がやっぱみんなの憧れだったのを、はい、その上を行く、F2 っていう明るさ、はい、すごいいいけど、すごい重いんだよ。はいはい。正直28までいらないから、昔あった35-70みたいな焦点距離で、はい、F2 で作ってくんねえかなって思う。なるほど。どうかな。そしたらそんなに光学的にも無理がなくて、で、開放も明るくなって、大きくなくて、くれると思うんですよね。そういうレンズをみんな求めてんじゃないかな。そこまでいくとズームレンズである必要あるのかっていう話なんだけど、まあね、でもさっき言った標準レンズ難民化してるので僕、はい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 、なんでぜひそのぐらいのあんまり無理しないズームをちょっと作ってくれないかな、うんうん、いいですね、うん、こんなレンズ欲しいか。マニュアルレンズで現代設計のレンズってあんまりないじゃん。それこそカールツァイスが、まあ本家じゃないけどね、ってやつか、なんか作ってますよね、いろいろ。ちょっと今気になってんのがズームのマニュアルレンズってなくなったなと思って。ああ、うん、まあ何のとこもないのかもしれないけど、それこそペンタ645とかそっち系にはあったりするけどね。まあいわゆるコンタックスの時はバリオゾナーとかあったんすけどね。オートフォーカス、電子ファインダーになって、はい、ピントってめちゃくちゃ見えやすくなったじゃないですか。ミラーレスになって電子ファインダーになったことで、ピントの確認がファインダーでできる、ピントの山がすごく分かりやすくなった気がするんですよ、うんうん、視野率だってさ、うん、なのでマニュアルレンズってすごい使いやすくなったんですよね、僕の中では。なるほどね、今ね、うん、故にマニュアルのズームレンズとかちょっと面白いのかなと思ったりするけどね。あ、俺他にもあった、振動レンズをやっぱりちゃんと考えてほしい、はい、ちょ、当然光学的にはちょっと無理があったりガタが来たりしやすいんだけど、やっぱなんか例えばね、子育てしながら撮影する人とかっているでしょ、自分の子を残す時に綺麗に残してあげたいって思うのと、でもいろいろ持ってかなきゃいけないのに、おむつとかなんとかね、おもちゃとかね、はい、そういう時にカメラ持ってくるのって相当重労働でしょ、振動をもっとちゃんと研究してくんないかな。昔はコンパクトカメラとかさ、あ、今日振動レンズや、うん、みんな振動レンズしてたから。でも振動したら CCD ぶっ壊れちゃいますけどね今のこの M9 に。ああ、まあまあそうだけど、でもまあフランジバックの中にしまうっていうか、ほんと全長が短くなるぐらいの、なんかさ、昔は例えばなんだろうな、
ズームではなくて、バリアブルの焦点距離のやつあったじゃん。はい。お、カキやっぱ来てるよそこ、うん、いやなるほど、そういうことっすね。もうバスケのゲームやってるやん。なるほど、振動ね。例えばニューマミア6とか振動してたりしたんだよね。へー。もしくはフージーの今の GX、 はい、最後売ってる中盤カメラとかも、はい、マキナとかもそうじゃない。はいはいはい。なんか本当旅カメラみたいなのをもっとちゃんと作るべきだったんじゃないかなって。例えばムービーのカメラでも今 Vlog 向けのやついっぱい出てるじゃない、はい、GoPro で旅行に持ってってくところとかちゃんとある。そういうジャンルは絶対あるはずなんで、そういうレンズを、旅レンズみたいなのをちゃんと研究したら振動ってやっぱりなるんじゃないかな。もしくはズームなんだけど、なんかそんな無理しないとか、うんうん、とね、うん、例えばワイコンって昔あったでしょ。はいはい、ワイドコンバーターね。ああいうのでも別にいいような気すんだよね、あの旅レンズで。おお、すごい。さすが。おお、でか。おお。さばき方がうまいね。頻度の低いレンズあるじゃない。頻度の低いレンズ、自分が持ってるけどあまり使わないやつ。そうそうそう、ちゃんと使ってあげたい。新しいものを求める前にそいつらをちゃんと使ってやりたいね。愛がある。そうそう、餌がない。急に来てるな。来てる、うん、お腹減ってきたんですかね。そう、うん、なんかやっぱ朝寒かったから。そうなのね。うん、今日はちっちゃめの方がええわ。うん。一般的に言うとあれよね、はい、マウントアダプターまでしていろいろやってる人は大抵レンズ沼にはまってるって言われてある。カキも、まあ、まあそうですよね。 そこまでして。ちなみに今日ライカについてるレンズは何ですか。これあれですよ、エルマ。いつ頃の。56年とか。56年ってことはないか。 2.8 になってからもうちょい後期か。振動エルマーです。振動じゃん。そうです、そうです、そうです。でも振動させたら CCD 壊れちゃう。ああ、危ないねそれね。うん、そうそう。古いレンズ、あ、でもオールドレンズを楽しむ人たちみたいなのがいらっしゃるみたいですね。そうね、それやっぱちっちゃくていいっていうのがあるんだろうな。あ、私のレンズの方が。まあね、大きい明るいしんどいもんね。しんどいよ正直。35mm 1本持っときゃいいんですよ。まあ今日は 50mm ですけど。何撮るかによるけどね。でもレンズってそもそもシビアなもんじゃない。ちょっとこう当てただけで光軸歪んじゃう、ずれちゃうみたいなものだから、はいはい、あまり雑に扱えないしさ。そうですね、うん、しかもでっかいレンズつけてたりとか、重い、ねね、レンズが入ってるとなると。そうですね、それも考えてもね、なんかこうレンズっていいところを引き出してあげる感じで、なんかこういろんなレンズに飛びつくよりは
愛着持って使っていけばいいのかな。そうっすよね。まあ重くて苦になるとかもう完全に本末転倒ですからね。そうですね。おおおおお魚が動いてたんですね。いやいや、よかったよかった。あーでも釣った感じになったからちょうどええわ。いやマジか。でもなんかこう記念写真に最適なレンズとか作ってもいいような気がするんだよね。記念写真もっと目的を持ったレンズを。ああ、なるほどね。そういう、そういう売り方ね。サードパーティーとかは特にそういう売り方をしてほしいなって思うんだよね。カメラとかだとさ、うん、例えばあの顔認証だとかさ、そう顔認識してピント合わせるとかって方法もあるけど、レンズ側でもなんかあるんじゃないかって話ね。そうそうそう、例えばなんか、うん、RF キャノンの RF でなんか F 値固定でズームレンズ、あズームレンズじゃない、長い焦点距離のレンズ出したでしょう、あれとかまあ思いっきりがいいなと思って、安く長いレンズが欲しいっていう人にはすごいいい選択肢だったなって思うし、くそこんなに餌ってなくなるもんすか。いやいや、だから今いい時期なんだと思うんですよ。そうなのかな、うん、本当にちゃんと餌取りに来てるんだよこれ。マジっすか、うん、さあ、誰かが釣ってくれ、早くもうね、日が帰ってくるからね。うん、あ、でもなんか次はやっぱ美術の話とか、はい、なんか機材じゃない話じゃない話をぜひカッキーとしたいな。いいですよ、うん、全然機材の話でもいいですけど。ああ持ってかれちゃった。そうそうそう、今でかかったね。はい、なんかあ、なんかもう針がない。お終わりの合図かなえ、なに今何？え、何あれ？カワセミじゃね？あれカワセミだよ。カワセミってそんな、何なんですか？え、ぶっ込んでたよね、川に。マジですか。いやー、今回は釣れませんでしたけども。あそこにいるよね、ほら。カキ、カキ、あれカワセミだよ。マジで、あの、捕まってるやつ、ロープのところに。カワセミって緑、緑色じゃん、あれ。カワセミってそんなあるんですか。これ、うん、先ほどほどのもんなんですか。え、そうですよ、こんなとこなかなか来ないでしょ。そうなんだ。あれを取りにだってやみんなズームレンズ買うぐらいなんだ。そうなんだ、まあ、興味があるなしっていうのは被写体っていうのは面白いです、ね、全然興味ないね全然興味ないのね驚くわ、俺さすがにちょっと驚くけどな。へえ。来ないときは餌取られてるね。おおおおおおおゆっくり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 こっちゆっくり、そうそうそう、ゆっくり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 、長方落ちるやろなこれ、ゆっくりゆっくり、おお落ちないよ。おおおおやったー、すごい。そんなわけでね、餌から持ってやだわ、やだ、外してくれこんなん持てねえわということでね、カキが今回のカキが沼から脱出ということでいかがでしょうかいかがでしょうか。ほらほら、あったあったあった、レンズ沼でした。はい、ありがとうございます。